どうも、ちゃこ先生です。2020年最後の動画ということで、今年の漢字ベスト10とともに1年の振り返り雑談をしたいと思います。よろしくお願いします。まあ、いつも通りね、ゆるい感じでいきます。知ってますよね、さすがに。はい、第1位、水です。はい、水ですよ。2メートル離れて、応募総数の 13% を占めたそうです。っていうかね、今年の漢字はね、ほぼコロナなんですよ、マジで。なんか漢検の公式さんが応募者の理由の概要をまとめてくれてますので、ちょっと読みます。コロナ防止策の3密、人と人との関係が密接になったこと、政界芸能界で秘密が多かったことだそうです。まあ、なんか個人的なあれとしてはね、もともと私密な関係がね、めっちゃ苦手なんですよね。なんか人とすごい関わり合わないと、もう寂しくて死ぬとか、そういう感じ全くなくて、もうむしろなんか大人数よりも一人もしくは少人数で楽しんでる方が楽なので、特に困ってなかったなというかそういう感じでした。はい、密っていう字はね、うかんむりがまあメインになります。だからこんな感じ、こういう形になります。はい、全然関係ないんですけど、劇団ノーミーツってあるんですよ。全然関係ないですけどね、なんかリモートだけで完結している演劇団体、めっちゃ面白いのでおすすめです。じゃあ2位いきます。はい、第2位、コロナ禍の蚊です。これは鍋、これは渦です。まがまがしいって読むんですよ。だからこれ自体ですごいちょっと悪い意味がある感じですね。個人的に感じたコロナ禍はですね、それしかむしろ感じなかったくらいなんですけど、終業式ができなくて、子供たちとちゃんとお別れができなかったことです。私元小学校教員なんですけども、コロナの時は2年生を担任してました。もしかしたら明日緊急事態宣言が出るかもしれないねみたいな、で本当に発令されて、もう明日が最後の登校日ですみたいになっちゃって、帰りの会でもう私がね泣いてしまって、最初にで、子供が釣られて泣くっていう、もうなんか涙涙の最後の日をね迎えました。で、私そのまま教員辞めたんですけど、で今年は離任式もなくなってしまったので、子供たちと最後の登校日の日に会って以来バイバイをしてないので、そこだけね心残りだなぁと思いますね。お別れの手紙みたいなのがもらえたんですけど、郵送でね、直に会ったりはできなかったですね。かっていう字の右なんですけど、この上に乗っかってるやつはこんな感じ、こうまっすぐで、下のやつは斜めにしてこう書き分けるとバッチリ決まります。続いて第3位、うわ危ね。はい、第3位、病。関係まとめによりますと、疫病の病、心を病む人が多かったので病む、あと病院関係者への感謝の気持ちなどを込めた。心を病むって話ね、いやもう本当に本当にさ、衝撃でした。私は竹内さんがね本当にショックだったなと思って、ニュース見た時本当嘘かなって思った。楽しい話します。全然面白くないですけど、言ってください、言ってください、話ぐらい聞きますんで。第4位、新。これは2009年の今年の漢字にも選ばれた字です。新型コロナ、新しい生活様式、働き方、新首相誕生などです。ここを長くしてあげて、払いの下に少し隙間を作るとバランスいいです。はい、第6位は家です。まあこれはね、おうち時間が増加したのでこの字ですよね。てか私さっき密の話でもしたんですけど、全く私はこのおうち時間が増えたことに対しての弊害もなかったです。なぜなら昔からステイホームだからです。本当に外出なくてですね、デブ症で家の中で別に過ごすことに対してなんかストレスとか全く感じない、もうむしろ楽ぐらいな感じだったんで、全然苦じゃなかったですね。結構そういう人多いんじゃないのかな、家から出なくても平気みたいな人。このなんかうにょんってなるところが難しいんですけど、中心より少し右ら辺で折れてあげると、あとは子供の子みたいにぷわーんと膨らんで跳ねてあげるといいです。跳ねるところは中心のやや左にするとかっこいいです。次はですね、まあ、今年ならではっていう感じがやっと入ってきます。すいません。はい、ちょっと歪んじゃったけど。第7位、メッツ。個人的には鬼っていう字が先に入ってくるかと思ったら、メッツが先に来ました。
鬼滅以外だとコロナでいろんなものが消滅したこと、あと滅菌の滅とかそういうものらしいです。ちなみに今年の漢字トップ10の中で歴代のランキング上位に入っていない字が6つもあるそうです。でこの滅もその一つみたいですね。まあ滅なんて字がね他の年に入る理由がないですよね。でもなんか鬼滅はわかるんですけど滅菌はなんかちょっとこじつけに感じるんですけど、私だけですかね。この火の下と長い羽があると思うんですけど、隙間があるとバランスがいいです。これも、まあ今年しか入らんのじゃないかっていうような字ですね。はい、第8位、菌です。除菌、殺菌、滅菌とか、まあ感染症対策が話題に上る1年だったということでこの字です。草冠の方がでかいです。この出っ張りはね、つけてやると見栄えがいいですよ。はい、続いて、やっと来ましたよ、あの字です。お一発で割とマシな字が書けたのでちょっとこれにします。第9位、鬼。鬼滅の刃の大ヒットです。まあ、と言っても私は鬼滅の刃にハマったのは本当に映画が公開される 1,2 週間前でした。その辺のきっかけを喋った動画があるんでちょっと今出てると思いますけど、個人的にはこのトップ10の中で一番自分にも当てはまるのはこの鬼滅でしたね。言うてあの映画公開が11月のねあの後半だったんで本当につい最近だったんですけど、その時期にハマりだしたにもかかわらず、あの鬼滅ラジオっていうねウェブラジオ番組があるんですよ。それを YouTube でやっててパート1から40いくつまで鬼滅にハマってから2週間ぐらいでその全部を聞いてしまって全制覇したんですね。そんで花江さんと下野さんのことがめっちゃ好きになって動画を出したみたいな流れなんですけど、いや本当にそんなもんですよ、ハマるきっかけなんて。まあにわかと言われたらそれまでなんですけど、まあでもにわかなのかなんだろうがね、好きなもんは好きなんで別にいいかなと思ってます。まあでも鬼滅の刃の大ヒットはね、こうコロナ禍でこのエンタメ業界がガーッと落ち込んでる中ではものすごい救世主だったと思うんで、個人的にはもうこの字が1位でも良いのではと思うぐらい大活躍した年なのではないかなと思います。木という字は、サイドにしっかり隙間が作れるように、この払いと羽、がっつり長めに書いてあげると決まるかなと思います。じゃ最後の字は書きながら、まあ、個人的なね、自分の一年をね、振り返っていきたいと思います。変化の年というか、なんか、覚悟の年というか、まあでもなんか第二の人生スタートしたなっていう年でした。今年の3月に小学校の先生を辞めまして、同時に4月から YouTube を始めるっていう風で、自分としてはもう本当に好きなことだけ、本当にやりたいことだけをやる人生にしたいなと思って、今年が始まったというか、まあ、今年度ですけどね、すごい充実してますね。もちろん収入は減ってるんですよ。でも、なんだろう、なくなったことってそれぐらいかなと思ってて、あとはもう得たものしかない。クラウドファンディングの経験も仕事辞めなかったら絶対に得ることはできなかったし、その YouTube とかこういう活動を通して繋がったというか、こう、関わりが深くなった人たちっていうのもたくさんいるので、なんかそう考えると、やっぱり辞めてよかったなっていうか、心を病んでね、やばいことになってしまう前に辞めるっていう決断ができて本当に良かったなって思うし、やめた後の自分の方がはるかに好きです。それはもう声を大にして言えますね。やめる前ってもう無理しかしてないので、何のために生きてるのか全く分かんない感じになっちゃうんですけど、やめたらね、ほんとあこんなに楽というかこう人生楽しかったんだなーってのはすごい思うので、まあでも先生をやっててよかったなーって思うし、経験としてね、働いてみないとわからないこともたくさんあったので、先生になんてならなければよかったとは全く思わないですけどね。その経験をした自分にも満足してるし、で今回の決断をした自分にも満足してるっていう感じで、今は人生楽しいですね。はい、最後の第10位は疫、免疫の疫っていう字でしたね。疫病、検疫、まあいろいろですね。というわけで、1位から第10位まで、今年の1年をね振り返ってみました。まあ、今年一応4月から動画をね上げていって、今ちょうど40何本、41か42、3本くらい YouTube に動画上げたんですけど、最初はね大きい黒板に絵を描いてたんですけど、今はこうやってもう文字に
とかして書いていたりするのはめっちゃ楽しいなって思って、で自分が楽しんで活動することが何よりも大事かなと思ってやってるんですが、まあ、その中でもこう反応とか、まあ、高評価をしてもらったりコメントいただいたりするのってすごい励みになったり、モチベーションというかあれが上がるのですごい嬉しいなと思います。いつもね見てくださってる方、なぜだかチャンネル登録をしてくださってる方本当にありがとうございます。また明日ですね1月1日に、今年の目標動画を上げようと思ってますんで、まあ、この1年を踏まえて来年どういう風にしていこうかなっていうことをちょっと喋りたいと思いますのでチェックしてみてください。はい、それではね、2020年も大変お世話になりました。皆さんありがとうございました。来年もよろしくお願いします。良いお年を。